はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ユルトラックシミュレーター2をやっていきましょう。4日ぶりですかね、不定期枠をするのは。実は昨日はね、ユルトラックシミュレーター2をね、収録してあげたんですけどもね、公開するかしないかのところで、ちょっといまいち、内容がいまいちがしたのでね、あげるのやめちゃいました。でね、その時も言ってるんですけど、本来は、ファイアクリスタルをね、すべきと、回数的にね、ファイアクリスタルを行うべきなんですけども、ちょっとまたこの後で説明しようと思うんですけども、今回は、ユーロトラックシミュレーターでやっていきたいと思います。どれ行きましょうかね。ちょっとまあ適当に行きましょう。お金がいいのね。もうね、ですから昨日も収録してるんでね、まあ収録、昨日収録とか昨日もプレイはしたんで、お金が9万までいっています。さあ13万貯めないといけないんだよね。さあやっていきましょう。で昨日はね、重量貨物をやってね、30分ぐらい収録したんですが、やめたんですね。あ、雨だね。でね、やめた理由がね、まあまあ内容もそうだったんですけども、まあ辞めた理由じゃないかな。辞めた理由はもう内容が悪かったんですけど、ちょっと私の疲れが取れないというかね、倦怠感が今すごいんですね。今朝もね、6時に起きれたんですけども、もうずっと布団の中で、まあ食事は取りましたけどもね、何をするわけでもなく、お布団の中でゴロ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 っていう感じでしたね。で、何なんでしょうね、その、まあ、疲れが溜まってるのは間違いないんですけども、実は、私は火曜日から、何度か言ってたと思うんですけども、愛媛県の方に、車でね、行ってました。かみさんに車借りまして。下道でね下道で火曜日のね、仕事から帰ってきて19時ぐらいから愛媛県までだいたい10時間ぐらいかけて瀬戸大橋を取っていきましたね。まあ Google 先生がね、瀬戸大橋が近いよって、瀬戸大橋の方が早いよって言うんでね、だいたい10時間ぐらいで行くことができました。で友人と会ってきまして、でちょっとキャンプ場にね、泊まって、次の日、今度、明石海峡を通ってね、帰ってきました。これまた下道でね。ですから、最低限の橋だけは通ったんですけども、下道で行ってきて、これが12時間だったかな。あ、危ない、当たる。すっごい危なかった。で、あ、これまっすぐじゃない。あ、いや、違った。よいしょ。で、帰ってきたんですけども、まあ、20時間ぐらいね、車をね、乗ってました。またね、かみさんの車、ミッションなんですよね。マニュアルトランスミッションなんですけどね。マニュアルで、さすがにマニュアルでね、2日に分けて20時間ぐらい車を運転したらね、クラッチ踏んでる右足がおかしくなりましたね。あ、無視しちゃった。あ、引かれるんだ、あれ。大阪だったらあれは合法なんだけどね。って言ったら怒られるね。まあ、久しぶりに私も車乗ったんですけども、まあ、渋滞もなくてね、悪くはなかったんですけどもね、ただね、疲労が全然回復しませんね。あとね、火曜日の夜から、水曜日で木曜日に帰ってきたっていう感じですね。水曜日は火曜日の夜から出て水曜日の朝に着いて、で木曜日の朝に向こうを立って帰ってきたという感じなんですけども、まあ渋滞はなかったんですけどもね、さすがにね、20時間ぐらい車を運転してるとね、疲労がすごいです。でね、年なのかな、全然回復しないんで、それの倦怠感があるのかもしれないですね。ですのでね、ちょっと今日はね、ライブは控えさせていただこうと予定したんですけどもね。で、昨日帰ってきましてね、あ、帰ってきましてじゃないわ、ごめんなさい、昨日は金曜日なんで、仕事行ってたんですけどもね、で、打ち合わせをしまして、で、帰っ
ってきて、帰ってきて、まあちょっと遅かったんですね、昨日帰ってくるのが、ね、仕事でね。で、帰ってきまして、車来てね、入れさせてくれるかな。あ、入れさせてくれるね。あ、来れない、来れない、いや、来れる。来れないと困る。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。でね、帰ってきたん、来て、一度ユーロトラックをね、このゲームを収録したんですけども、まあ先ほども言いました、冒頭で言いましたけど、ボツにしまして。で、その後ね、フォールアウト4をちょっとやってみたんですけども、久しぶりにやったんですね。5日ぶりぐらいかな、4日、5日ぶりぐらいに。ちょうどその、日曜日、先週の日曜日にやったぐらいだったんでしょうかね。久しぶりにやったらね、ものすごく酔っちゃってね、ほんと吐き気もよすぐらいまで行っちゃって、でそこからもうすぐバタンキューして、10時ぐらい寝たんですかね、ですからね、昨日ね。で、今朝6時ぐらいに起きたんですけども、早く起きれたんですけども、何するわけでもなく、ちょっとね、ずっと、ぼーっと布団の上でゴロ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 っていうような感じで、今を迎えちゃったような感じなんで、まぁ、ちょっと今もね、お昼を軽くとって、いやぁ、ちょっと何か収録しないといけないねっていうのと、あと、溜まってるね、定期枠は取らないといけないので、この後取ろうかなと思ってるんですけども、いやぁ、ほんと、もう、体が動かないですね。これやっぱ年なのかな、あと疲労の運動不足ももちろんあると思うんですけどもね。いや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 、ちょっと、ほんとね、うん、何も、今こうね、座ってるだけでもちょっとしんどい感じがしちゃったりするんで、まあ疲労の運動不足もあるのかなと。昨日も仕事ね、もう打ち合わせで半日ぐらい使っちゃいましたけど、そうですね、仕事はまあそこそこしたんですけども、いまいちでしたね。これ、やっぱり回復するのに、来週1週間ぐらいかかっちゃうのかな、元に戻るのに。今度、まあ、ゴールデンウィークはね、そんな休んだりはしないんで、体が馴染むまでちょっと時間かかるかもしれないね。たかだか2泊3日かな、いや、あ、2泊3日、うん、2泊3日というか、一泊三日みたいな感じかな。車中一泊みたいな感じなんでね。あとやっぱりね、寝れなかったのがね、答えたのかもしれないね。一日目車の運転で寝れなかったでしょ。で、二日目はね、友人のいびきで寝れませんでした。で、起きて、で、途中でね、寝て帰るかなと思ってたんですけども、ぶっ通しでね、救急をやりましたけど、ぶっ通しで大阪まで帰ってきちゃったので、まあそうですね、もう帰ってきてすぐ風呂入って寝たんですけど、まあ、着いたら9時ぐらい、21時ぐらいでしたかね、そんぐらいな時間でしたんで、あ、ボルボ、このまま行くとお釜掘っちゃうね。うん、もう加速しないでこのペースで行っちゃおうかな。あら、私道間違えちゃった、そんな予感がしちゃってんだけど、多分間違えてるね、これね。あ、間違えてないか。間違えてないのかな、こっちの道の方が良かったような気もするんですけど、まあそれほど大幅には間違えてないというようなことですね。あ、これルノーの車なんだね。そうね。まあ、ミッション車で行ったのがね、まあまあ、私、ちょっとね、久しぶりに車乗りたかったっていうのがあったんですけど、さすがに乗りすぎたかな。往復800キロありましたね。往復800キロを、下道で、20時間ぐらいかけて延々運転してましたんでね、まあ、クラッチ踏んだ回数は数知れずですね。で、そうですね、橋もね、行き品はね、あれでしたね、小島まで下道で行ったんですけども、岡山県のね、瀬戸大橋の小島インターから乗ったんですけどもね、まあ途中にね、お、怖い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 、あれがありましたから、あ、ウインカー切っていかないと危ない、怖い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 、もう運転が途中ね、加古川バイパスと姫路バイパスがあったので、比較的早く行けたので、瀬戸大橋の方が早いって多分グーグル先生が言ってきたと思うんですけどもね、まあまあ、うん。本当、渋滞がなかったのは、良かったですね。
そうですね。あと、そうだね、Google 先生、下道で行ったらダメだね。とんでもない道選択させられました。もうね、地元の人が通るようなね、川沿いとか細い道とか行かされましたね。あ、これはダメなやつだね。いや、車の運転がままならない。あ、それとね、あとね、やっぱり久しぶりになったんでね、久しぶりだったんでね、車の運転のね、下手さに拍車がかかってね、もうこれは車降りようと、ちょっと内心思っちゃいましたね。降りようというか、もう本当に乗るのやめようと。久しぶりで楽しかったんですけどね、ちょっとこれは事故るかなってちょっと自分でも思っちゃったりしちゃったので、ちょっとその辺はあんまり笑えない結果になりそうなことを思いましたんでね。ってとこでしょうかね。いや、あ、そうだ、それとね、スカニアを2台見ましたね。この四国往復してる間にね。あとボルボはね、ボルボ何台か見ましたけど、まあボルボはね、結構見るんでね。まあでも、スカニアってそういう意味で比較的よく見ますね。逆にマンとかイベコなんか全然見ませんけどね。私実写見たことないね、まだね。日本にはないのかもしれないね。まあでも、ほんと、寝て眠気は取れてるんですけどね、倦怠感がなんでこんなにすごいのかなっていうのが、まあ食生活もあんま良くなかったといえば良くなかったのかもしれないですね。もうね、友人と会ってる時はね、肉とか食べましたけど、車で走ってる時はね、もうひたすらおにぎりとかでしたね。もうそんなんばっかりでしたね。なんかがっつりくるのも食ってなかった気がしますね。で、この後左ね。うわ、これ。ほんとね、ヒヤリがすごいね。しょっちゅうヒヤリしてもね、ヒヤヒヤしながら。あ、そうそう。行きしなね、面白かったんですけど、帰りはね、ほんとどちらかというとね、ヒヤヒヤもんでしたね。それでも下道通ってきましたね。まあ、上があまり私好きじゃないんですよね。上走るのがね。私はまあ、70キロぐらいでね、のんびり走りたいんですけどね。今、高速70キロで走ってるとね、えらいことになるんでね。またね。あと、下道でもそうですね。もう皆さん、スピード結構出しますね。ほんとね。もうすぐお尻煽られちゃうんでね。まあまあ。まあ、なかなか面白かったっちゃ面白かったんですけどね。まあ一人だったもんね。一人で行ってるとちょっと寂しいんですよね。二人になるとね、楽しいんですけどね、たまにめんどくさいんですよね。そういうのがあったりするんでね。1.5 人ぐらいがいいんだろうけど、1.5 人なんか無理だもんね。あと天気はね、恵まれませんでしたね。もう大雨すごかったですね、瀬戸大橋の上はね。本当に風とね、雨がすごかったので、まあせいぜい15分ぐらいなんですよね、瀬戸大橋って確か。15分、20分ぐらいなんですかね。ですけど、やっぱり途中の与島っていうところでしたっけ、サービスエリアね。入るつもりなかったんですけど、雨がすごかったの、雨と風がね、すごかったので、ちょっと入っちゃいましたね。あら、これ、あ、事故ってるわけじゃない。なんかハザードタイプだね。何なんだろう。ハザード帯でパイロンって入ってたけど、ああ、事故ってんだね。そういうことだね。ああ、途中道中事故ってましたよ。渋滞し、そこだけ渋滞しましたかね、四国の方でね。トラックと乗用車がね、正面衝突したのかな、一車線塞いでましたけどね。乗用車のフロントはね、もうベコベコになってましたけど、まあ、エアバッグ開いてたんで、あ、2回事故ってましたね。43号線でも事故ってましたね、行きしなね。43号線でも、フロントペコペコになってましたね。で、11号線でも、帰りの11号でも事故ってましたね。まあ、ピルマでしたけどね、帰りはね。あと、あれですね。ちょ
ちょっとまとめみたいな感じになっちゃいますけど、どうも三国志、今の三国志13ね、ひいさんね、ひいさんの三国志と、あとファイアクリスタル、これがどうもダメっぽい感じがしてきましたね。と言いますのも、ひいさんの三国志はね、芝生さんが出てきませんね。でどうもこれ出てこない理由がありそうです。もう多分出てこない感じがしますね。どうもね、あれですね、お母さんの王元気さんが、うちの長宝さんがね、強制退場させちゃったんで、それが絡んでる可能性があるのではないだろうかというような感じですね。あとは、あれですね、ファイアクリスタルの方はね、もう、リスナーの方からも、こんなに出てこないのおかしいねって言われてますんで、今思ってるのがね、CPU のクロックのスピード8メガじゃダメなのかなっていうような気がせんでもないので、ちょっと4メガで試してみようかなと。まあ時代がね、8メガとかない時代でしたから、全部4メガの、ね、時代でしたから、それでやった方がいいのかな。まあ4メガでやっちゃうとちょっと遅いんですよね。遅いのでどうなのかなっていう感じはしてるんですけどもね。まあそこら辺ですから、ちょっと三国志も、はい、うん、三国志はね、ちょっともう終わらせに関わる方向に調整しようかなというような感じですね。ファイアクリスタルはどうなんだろうね。ここ40キロ規制なんだね。ほいと、はい、80キロ。あ、でもこれ抜かせれる？譲っちゃった方がいいよね。譲っちゃおう。てか来てる？あ、来てんね。すごい当てそうなんだけど。よし、入らせてもらいましょう。いやー、ほんと車の運転自信がなくなりましたね。ほんと自信なくなっちゃったね。まあさすがにね、右側は走りませんでしたけどね。右側走んなかったけど、やっぱ運転ね、もうかなりドヘターになっちゃってましたね。これはちょっとしない方がいいかもしれないっていうレベルに自分で感じましたね。あ、人材派遣会社が見つかりましたね。これでおいくらかな。で、私信号無視一回やっちゃってるんだよね。センターラインもなければ停止線もないんだね、この道ね。よいしょ。はい、着きました。これでまだ10万はいかないんだね。10万ユーロにはね、遠いね。あ、簡単な方だ。これはラッキーですね。はい、はい、簡単。はい、よいしょっと。はい、じゃあね、この辺で終わっていきましょう。本当に何だろうこれすごくすごく、何だろう、躍動感がないのが自分で分かりますね。なんだろうこれね。あ、レベル上がっちゃった。
何しようかな。長距離は高額貨物だね。お金欲しいわね。さあ、うん、じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。本日三国志ライブはね、中止になってごめんなさい。ご容赦くださいね。それじゃあ、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。